住海館は愛知県一宮市小野中島にあるコミュニティセンター。愛知県で唯一の丹下建造作品である。2008年7月8日に国の登録有形文化財に登録された。一宮市微細地区は繊維産業が盛んな地域であり、1889年に僕基地によって円屋が創業した。1924年には円屋が 遠近工業株式会社となり、染色整理化工業を中心に発展した。遠近工業は1946年に昭和天皇の行行を賜り、1955年には皇太子の行慶を賜っている。1952年には遠近工業の三代目、社長、僕敏夫が、東京大学工学部建築学科の助教授であった丹下健三のもとに何度も通い、 遠近工業本社の設計を依頼した。丹下は当地を訪れて現地調査を行ったが、1954年にカリフォルニア大学建築学科教授に招聘されたことで遠近工業本社の設計は中断した。1955年には僕と塩が東京出張の際に特急電車の車内で偶然丹下に出会い、作業が再開された。 1957年にこの建物が竣工した。机や椅子などのインテリアも丹下本人が設計している。2008年7月8日には国の登録有形文化財に登録された。遠近工業の繊維事業からの撤退に伴い、2010年12月に市宮市に建物が譲渡された。この胸賀島地区には公民館がなかったため、 一宮氏が住海館の改修、耐震補強を行い、2014年11月1日に微細障害学習センター住海館、この部中島公民館として開館した。ありがとうございます。